行儀の悪い患者さんです。ベッドに戻りましょうね。私忙しいんですよ。運命の人を探さないといけないんですから。クス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 。朝から騒々しいですね。私の大切な人が落ち着いて休めないのですが、このゴミ虫。さあ覚悟はいいですわね。デッドリーパニッシュ。あの技もしかして。なんだどうした。あしたら嫌だ。そのことキスしちゃったの。そうしたんだ。死刑。え、浮気したんだもん、仕方ないよね。え、浮気。俺檜山さんと付き合ってないよね。今はね。でも近い将来は違うわ。だから浮気は今からでも許さない。全然気づかなかった。そこまでその女とできてたなんて。どうして今までそんな素振り。だって愛野くん、私のこと好きだよね。あんな熱のこもった目で見つめられて気づかないはずないじゃない。嬉しかった。誰よりも私を愛してくれてるんだと思った。でもその女とキスしたんだよね。え、はい、死刑ね。その怪我どうしたの。この人たちに撃たれたんですよ。聖司君を撃ったの。急に出てきて、なんだよ。聖司君に怪我させたんだ。それがどう。聖司君を傷つけてもいいのは私だけなの。俺自分からキスするって茜さんに。ちょ、今するの。まだ心の準備が。あー、いい余裕でした。茜さんじゃないですか。今日はまたどうしたんですか。グリーン。ところでその願いって自分以外の人にもかけることはできるの。え、どうでしょう。できるとは思いますけど大丈夫なんですか？勝手にそんなことをして。実はね、一緒になりたい人がいるの。今、女の人の声がしませんでした？もしかして今、周一くんの中に女がいる？最悪。そこは私の場所よ。嘘嘘でしょ。嘘よ。私そんなつもりじゃ。周一くん、周一くん、返事をして。周一くん、周一くん、ねえお願い、周一くん返事をして。周一くん。お腹空いたの？ああ、今日もあの人に会えなかった。見つけた。クスクスクス。隠し味は私のあいじょほ。ほら、呪いのエンゲージリング。
何でもこの指輪を交わした恋人たちは呪いの力に祝福されて未来、英語、添い遂げることができるらしいですわ。エターナル。何か問題がございましたか？はい。いい匂い。脈がある。それになんだこれは。 AI でしかない NPC がどうしてこんな。アルベド、胸を触ってもよいか？え、もちろんです。どうぞお好きにしてください。ここで私は初めてを迎えるのですね。え、服はどういたしましょうか？自分で脱いだ方がよろしいでしょうか？お前にとって私とは一体どのような人物だ？至高の方々の最高責任者であり、私どもの最高の主人であります。そして私の愛しいお方です。モモンガ様のお心の洞察には自信がございます。なるほど。何かございましたか？いや、何でもない。至高の海、そして愛するお方のためであればいかようにもこの身をお使いください。お食事になさいますか？お風呂ですか？それとも私でしょうか？彼は素敵ですわ。彼は最高ですわ。彼は本当に美味しそうですわ。彼と一つになるために。指導さんたら、せっかくのデートですのに随分と世話しないですわね。でもまあいいですわ。どうせ最後は私のものになるんですもの。いけませんわ、私ったら。こんなにほてってしまって。ああ、失敗しましたわ、失敗しましたわ。もう少し指導さんとのデートを楽しみたかったのですけど。でも仕方ありませんわ。でも指導さんだけは特別ですわ。だって私はあなたと一つになるために、あなたを直接食べて差し上げるためにここまで来たのですもの。俺が目的ならこんなことする必要ないだろう。だからあの言葉を撤回してくださいまし。そうしたならこの結界を解いて差し上げても構いませんわよ。早く。手遅れになってしまったら元も子もありません。ルシアン、誰に何を言われたんですか？え、誰かに会ったんでしょ？それで何か言われたんですよね？女の人ですか？いや違うって。そっか、女の人なんだ。違うって。ルシアン、奥さんって夫の浮気は一目でわかるんですよ。浮気なんかしてねえし。名前聞いてもいいですか？なぜ？ご挨拶したいので。やめて。見ましたよ。アコ、あんなにゃとか言う人がいいんですね。ああいう人がルシアンの理想なんですかにゃ？語尾じゃねえよ。あの人はただの知り合いだ。ほら、前に告ったらネカマだった人。ルシアンが告白した相手ですって。裏山キスから。いや、なんてひどい人でしょ。西村って秋山さんともたまに話してるよな。これって浮気じゃね？ああ、これは嫁さんに伝えないと。ルシアン。ルシアン、まさか。違うから。浮気とかじゃないから。夫の妻への愛を疑わないで。よくも純粋なルシアの気持ちをもてあそんで。この窓め。たとえ相手が先生でも、嫁であるこの私が。
が。ルシアンといて、そいつ殺せない。